どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。今日は新しいスキルの検証をやっていきたいと思います。今日検証するスキルはこれ、勝破ですね。レベル5まで上がっております。能力としましては、強敵へのダメージがアーマーブレイクしなくても増加する。増加量はスキルレベルが高いほど多くなる。です。さあ、どれぐらいダメージが違うのでしょうか。それでは、まずはスキルなしで必殺技を打っていきましょう。ダメージのブレのない、覇王色の覇気。それで攻撃してみます。まずこれスキルなしですね。多分、1ゲージの半分与えると思います。確かね、難易度変えてないもんな。では、いきます。おっと、いきますよ。はい、あ、やっぱりね、1つのゲージの、半分ダメージを与えてます。これが勝破によってどれぐらいダメージが上がるのでしょうか。やってみます。それでは続いて勝破ありですね。勝破ありだったらどうなるか。もう言うたら敵の防御力がゼロっていうことだよね。おそらくそういう意味だよね。いきまーす。勝破あり。あー 1.5 倍。あ、そうかそうか。アーマーブレイクしたら 1.5 倍のダメージを与えれるようになるのか。あ、そうかそうか、そうだったね。ならばもう常にこの 1.5 倍ダメージを与えれるっていうことですね。まあ確かにアーマーブレイクしてダメージ与えていけばいいんだけども、そのブレイクせずに最初からフルダメージ与えれるっていうのがやっぱでかいですよね。はい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 。倍率は 1.5 倍を、常に与えれるっていうことでしたね。はい、ということで戻ってきました。今日は新スキルの勝破を検証してみました。検証結果としましては、勝破を入れていると、常に 1.5 倍ダメージを与えることができる。です。アーマーブレイクをすれば、そのブレイクしてる間では 1.5 倍ダメージ与えれるんだけども、またね、アーマーが戻ってしまうと、1倍に戻ってしまいますので、まあ、常に 1.5 倍っていうのは、なかなかいいんじゃないでしょうか。最初からね、必殺技ぶっ破していけばいいんでね。これはなかなか使いやすいのではないかと思いました。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。